す。オーガポンです。あ、間違えた。オーガポンだポン。今日はここを探索したいと思うポン。何やってんだお前！さっさと出てこないとぶち殺すわよ。何よ、何なのよ。オーガポンはガポンとか言わねえんだよ。はぁ、言うかもしれないでしょ。ちょっと、開始早々喧嘩はやめてくださいよ。私は今オーガポンになりきってるのよ。オーガポンがかわいそう、やめてあげてください。喋り方が腹立つ、死ね。今日はなんだか初めからひどいわ。あの、今日は何をやるんですか？今日は伝説のポケモンを捕まえに行くのよ。あの、伝説のポケモン捕まえるってことはストーリー終わったってことですか？昨夜、伝説は伝説、ストーリーはストーリーよ。とりあえず私は今伝説のポケモンを捕まえたい気分なのよ。伝説なんて普通に出てくるポケモンじゃないでしょ。昨夜。はい、DLC 後編のストーリーを完了させると、おやつ親父という方が出てきます。その方から特別なおやつをもらうとそれに対応した伝説のポケモンと出会えるようになるみたいです。そういうことよ。おやつをもらうためにはブルレクのミッションをこなしたりサークルミッションをしたりするとおやつがもらえます。それじゃあ伝説のポケモンを探しに行くわよ。まずはここよ。ここに伝説のポケモンがいるの？らしいわ。さて、どこにいるのかしらね。本当にこんなところにいるのかしら。あ、いた。あれはサンダーですね。さて、一応念のために戦う前にセーブしておくか。間違って倒しちゃったらやばいからね。倒したらもう出てこないの？いや、わからないけど。もし出てこなかったら取り返しがつかないわ。確かにそう考えると怖いですね。さて、戦う前に写真でも撮っておこうかしら。写真。うわ、なんだお前。いえ、なんか呼ばれた気がして。いや、呼んでないわよ、カラスポケモン。ポケモンじゃありません。じゃあ、撮ってるじゃないですか、写真。サンダーの雷でも食らいに来たの、あなたは。へえ、カラス、あんたどう見ても飛行タイプだから雷当てられたら一発でやられちゃうわよ。ですからポケモンじゃありませんって。今回は倒すのではなく捕獲が目的です。サンダーって何タイプ？見た目的に飛行電気じゃない。飛行電気ねえ、レベル差を考えて戦わないとすぐに倒しちゃうから気をつけないと。まずはローキックから入るわ。相手が万が一こっちより速くてもこれで素早さ下げられるし。よし、いいダメージだわ。確かにちょうど良さそうなダメージですね。一発目からマジか。さすがお姉様のクズーン。確かにあれは当たったら痛そうですね。あなたは一発で瀕死よ。おい、そんなだるい技覚えてるわけ？ねえ、次攻撃したらワンチャンサンダー倒れそうじゃない？うん、確かに微妙なところですね。よし、怖いしもうボール投げるわ。せめて赤まで削らないときついと思うんだけど。いける、オーガポンも気合で麻痺を直したし。何の関係性もないと思うんだけど。一球目。揺れもしなかったわね。あれ？うん、全然ダメですね。まだよまだまだこれから。きたきたかこれは。はい、無理。あれから10回くらい投げましたが捕まえられませんね。これはもう1回ローキックを打つしかないわね。ふう、やっぱりオーガポンはわかってるわね。お嬢様サンダーの体力をギリギリ残すことに成功。これでサンダーはもうゲットできたも同然ね。しかし伝説のポケモンはそう甘くはなかった。投げても投げても揺れることすらないわね。ハイパーボールが1個になったところでモンスターボールに切り替えるお嬢様。スーパーボールになってるんだけど。そしてここでお嬢様の恐れていた事態になってしまう。ちょっと待った。ワルワガキって確か反動あるんじゃなかった？ありますね。あ。リセット。っていう夢を見たのさ。何が夢よ。クック、さっきは失敗したが今回はバッチリよ。ポケモン捕獲に適したポケモンをちゃんと連れてきたからね。いけ、キノガッサ。なんでキノガッサ？こいつはポケモンを捕まえやすくするのに適した技を覚えるのよ。技？キノコの胞子と峰打ちよ。キノコの胞子で眠らせて、峰打ちでギリギリまで削るのですね。峰打ちとはどんな技なので？攻撃しても相手の体力ギリギリ生き残る技なのよ。なるほど。よし、体力調整はこれで完璧だわ。これであとは眠らせて捕まえるだけね。しびれすぎ。どんだけしびれてんのよ、このキノコしびれだけか。は？嘘だろ？やっと決まった。ようやくサンダーが眠りましたね。あとはボールを投げるだけ。あ、確定演出だ。これは行きましたね、さすがに。勝った。どっちかというと負けてると思うけど。かなり長い間戦ってましたね。あのキノコのポケモン雷とかたくさん食らっててかわいそうでしたよ。しびれまくるから悪いのよ。ってことで次の伝説の
のポケモンを捕まえに行くわよ。次は確かここら辺にいるって聞いたけど。あ、いたわよ。あ、園庭だわ。っていうか私結構最近まで園庭だと思ってたわ。お姉様やば。まずは記念撮影してと。よし、捕まえるわよ。あの、園庭の前に木の合差とか出して大丈夫ですか？まあさっさと眠らせるし大丈夫でしょ。最悪テラスタルとかすればいいわ。テラスタルタイプ何タイプなのよ。え、わかんない。こいつ確か適当にレイドとかで捕まえた合差だと思うけど。あ、やば、虫タイプだこれ。まあでもスピードは多分こっちが勝ってるしいけるでしょ。よし、寝たわね。あ、ちなみに園庭がいる場所はここです。結構端の方にいるわよ。サンダーも端の方にいたわね。伝説のポケモンは目立つ場所にはあまりいないと、メモ。まああとは峰打ちで削っていくだけ。よし、これで体力は大丈夫。園庭が反動系の技持ってないといいけどね。怖いこと言うのやめなさいよ。ファーストボールはダメだったか。お、来た？もしかして来た？来てないわよ。え、もしかして。あれ、今回は意外とあっさり捕まえてしまいましたね。やっぱりガッサだわ。ちょっと、こんなにあっさり捕まえちゃったら面白くないじゃない。面白いとか求めてないからいいのよね。時間的には次が今日、最後の伝説のポケモンになりそうだわ。なんで飛んでるのよお姉様。今日最後に会いに行く伝説のポケモンはなんと、ポケモンリーグの屋根の上にいます。がっつり目立つ場所にいるじゃないですか。いや、逆に目立ってない可能性もあるわ。それでお姉様、あのポケモンは何なの？知らないわ、初めて見るポケモン。なんか昔の CM で見たことあるから多分サン DS 時代のポケモンかしら。サンムーンのポケモンじゃないですか？それかも、サンって感じしてるわね。ってことはこいつももしかして炎タイプかしら。またもやガッサに不利なポケモンかもね。ウェイ、映ってる？くだらないことしてないでさっさと戦いなさいよ。わかったわよ。ライオンポケモンか？いつもとやることは変わらないわ。眠らせて峰打ちで削って捕まえる。今回もささっと捕まえられればいいですね。嘘ガッサより早いの？レベルこれだけ離れてるのに負けるのね。ガッサってそんな遅い部類でもなかった気がするけど。あれ？全然減らないわね。これスピード速いのだるいから、ローキックで一段階素早さ下げておいた方がいいかもしれないわ。っていうか起きるの早いわよ。まあまあのダメージ。あれ？素早さ下がらないんだけど、ローキックって確定で下げるわよね。ソルガレオの特性か何かではないでしょうか。なるほど、ありそうな話だわ。じゃあもう眠らせて峰打ち連打でいいか。はぁ、こいつ反動技持ってるじゃないの。これは峰打ちで削りすぎると反動で倒れてしまう可能性が出てきますね。よし、もうこれくらいでいいでしょ。ここでボールを投げ始める。まさかこれ。来たー、一発だー。お姉様、明日死亡のお知らせ。こんなに簡単に捕まる場合もあるのですね。サンダーだけが厳しかったわね。ってことで今日の伝説集め終わり。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあまた次の動画でねー。